この時間は東京金融取引所のクリック365プラザからクリック365マーケット情報をお送りします。豊商事の大倉さん、お願いいたします。こんにちは、豊商事の大倉でございます。この番組1年ぶりに出てきました。今の現在のちょっとレートをチェックしてみましょう。ドル円101円の後半でニューヨーク引けて、東京に入ってから高値が102円の5055ぐらいまで行きまして、下がっても2025ぐらいで、現在が30を挟んで動いてる。クロス円で見ますと、昨日皆さんご存知のように日経平均が大きな動きをしましたので、先物まで入れますと、夜まで入れますと、昨日の日中の朝方の高値15,950 円ぐらい、そこから落ちて14,000円を一瞬割りかけたという、ほとんど2,000円近く動きまして、その半値戻し15,000円を朝つけて、現在がその手前14,860、そんなところですか。この為替が主導というよりも、むしろ日経平均が主導で動いたということが言えると思います。従いまして、マーケットビューとしましては、米国の出口戦略、それと米国株式市場、日本株式市場、世界中の株式がこの1週間、昨日の下げを見るまで大きく上げておりましたので、そういう意味では高値不安の影がある。出口戦略、一口で申しますと、単純にドル買いというふうな見方でいいのかどうか、私はもう少しこの出口戦略に関して私自身考えていかなくちゃいけないなというふうに、もう少し時間が欲しいなと思ってます。またその、今までこの過剰流動性ということがですね、先進国市場、中央銀行の役割、こういったものが非常に大きな存在でしたので、再びこの出口戦略ということに、もし米国自身が一歩踏み出していくという状況になりますと、いよいよこれから先進国がそういった段階に入っていけるのかどうか、それ相応の市場の混乱というのは覚悟していかなくてはいけないなというふうには思っております。したがってですね、単純にここからその円安がいくというふうに私自身は考えておりません。また昨日のような日経平均大きく下げた、これもですね、今週に入りまして、特に火曜日水曜日、そして、昨日の朝方の動き、異様と思えるぐらいの買い気でしたよね。最初にその水曜の夜ですか、先物でですね、16,000円、手前まで行くんですね。ほんのもう直前まで行きまして、15,900円台で開くの、東京が木曜日開くのかなと思いましたら、実はバーナンキ議長の発言、先ほどのこの出口戦略に関することで、やはりちょっと利益確定の動きが出まして、日経平均15,500円台まで落ちるんですね。ところが、引けが15,634円ですか、昨日の東京金先のクリック株365ですか。ところが東京は15,700円台で開くという、非常にこう強いトーンがありました。ドル円もですね、それに引きずられるの形で103円台の前半から、103円の557ですか、昨日の高値が行くんですけども、日経平均が下落してくると同時に、やはりドル円でも売りが出まして、102円台、そして最終的に102円を切ってですね、一時は101円も切って100円台の後半まで行ったというふうに記憶しております。
まあ、結局米国市場の動揺がなかったということで昨日は、まあ戻した、日経平均が半値戻しになったのと同じような、まあドル円の場合には半値以上戻っているか形になっています。まあ、そんな展開です。したがって来週もですね、まあ、ちょっとローソク足を見てみましょうか。これがですね今週に入って、白抜きと青抜きになってますけども、白抜きはいわゆる陽線というやつで、オープニングよりも終わり値が高い場合には白抜きになってます。その逆の場合に、始まりより引け値が下がってる場合には青抜きになります。これを見ると、まあ白抜き青抜き白白青と、今日はどういう感じになるのかという感じですけども、これを見る限りにおいてドル円は高値での揉み合いが続いているというふうに言えると思います。まあ、出口戦略というような見方が浮上してきても103円の半ばを超えたあたりまでしかいけなかったという、まあ、こういう動きですね。まあ、これに比べますと例えばユーロドル、こちらの方はですね、まあ、ちょうどドル円と対ドルの表示が逆になってますんで、そういう意味では全くドル円と同じですね。青白白青白、ドル円の方は白青白白青でしたけども、この最後のところの白非常に強い陽線が出てますけども、まあ、ドル円の方はそこのところが日経平均でもって修正を加えられたと。ポンドドル、こちらはですねやっぱりちょっと頭重い展開続いてますね。ユーロに比べますとポンドが対ドルではやはりちょっと頭が抑えられている、まあ、かといって下の方も非常に底堅い感じはするんですけども、これと同じような動きがオーストラリアドルですね、どうも反発はするんですけど頭が抑えられる形、これ続いております。この出口戦略に関して言えばですね、ドルへの回帰というのがやはり大きなテーマとしてありまして、特にその新興国市場、そしてまあこれまで人気のあったところですね、まあ一番最初に対ドルで弱含んだのはこの6ヶ月間の円が、もうトップランナーで他の追随を許さなかったんですけども、5月に入りましてからちょうど5月の3日の雇用統計、米国の雇用統計が発表したあたりから出口戦略、そしてドルへの回帰という形が出てます。まあ、端的に言いますとこのドルインデックス、これがですね、ちょうど月足チャートですけども、そこを打って、この 3年ですかね、もうね3年半ぐらいのチャートですけども、72台からですね今は84に接近してきている、そういうところに来ていると言えます。まあ、このドルインデックスを見る限りにおいてはまあ、ドルへの回帰というのが見て取れる、そんなところでございます。来週の注目ですけども、まあ、やはり毎週木曜日米国で発表されます新規失業保険申請件数、まあ、これが今一番市場の注目を浴びているところですね。つまり雇用統計に絡むもの、つまり出口戦略の行方を占うには一番手っ取り早い。そして来週31日5月の最終日ですけども、日本の全国消費者物価指数、そして米国では4月の個人消費支出、まあ、どちらも中央銀行の金融政策に非常に影響を及ぼすファクターでありますので注目が入ると思います。まあ、来週の相場見通しとしてはですね、まあ、一応100円50から103円50と、実はこれ昨日のほとんどレンジなんですね。このレンジの中で推移するだろうと思います。例えばその日経平均にしてもですね、これ反発してきてますけども、半値戻しまで来ましたけども、じゃあ1万5000円を超えていくだけの材料っていうのがどうなのかなという気がします。特に昨日のような大きくこう売られてポジション調整を余儀なくされた方、
またそのおしめを待っていてしっかりと買い下がった方、こういうところが今混在しておりますので、ドル円もこの今の102円の50を超えて、特に103円を超えていくだけの材料というのはちょっと見当たらないな。そういう意味では結構このもみ合いが続くんではないかなという気がします。来週は5月の最終週になりますけども、その辺のファクターでしょうかね。ユーロドルも底堅いんですけども、やはり下値も上値も非常にこうがっちりと両サイドしっかりとなんとなく中央銀行の存在みたいなのもいますね。ユーロ円もしっかりで、これもやはり昨日のレンジという中での動きになると思います。私はあまり波乱は来週は考えてません。最終週、泣いても笑っても5月はこれで終わりという感じになります。私の方はですね、ブログを読んでいただいている方はご存知だと思いますけど、結構先週の末からちょっとポジションを全部締めてですね、4ヶ月にわたってドル円のロングを持ってましたんで、4ヶ月ぶりに綺麗な体になりまして、ちょっと103円台で売りまして、日経平均も実は売り上がって、うなったんですけども、昨日来たという感じで大きな調整を迎えたことで、私もこの放送をこういう笑顔で送っているということになります。相場ですから、上がる時もあります、下がる時もある、笑う時もあれば泣く時もある。これが相場の醍醐味だと思いますので、皆さんも今週末はゆっくり英気を養って、また来週に備えてください。今日はこの辺でありがとうございました。